言い方をするとなんですが、例えばじゃあどんなペットがいいのか、ワンちゃんは、人から災いを取り除き幸せと癒しをですね。どうもどうも、奥チャンネルだー。今回なんですけども宝くじ人生でございます。今回なんですけども、ちょっと宝くじ偉人伝と言ってはいるんですが、偉人の話じゃなく偉人になるための話と思ってください。はい。で、今回ですね、視聴者様からリクエストいただいてたものなんですけども、風水、例えば、幸運を導くために風水ってあると思うんですが、風水とベッドですねは関係あるのということで、それについてですね、お調べしましたので、そちらのお話を今回はしていきたいなと思います。企画千金。はい。じゃあ、今回ですね、まあ、風水とペットということなんですけども、やはりですね、家族の一員とも言える存在のペットね、飼ってらっしゃる方だったらすごいもう家族ですよ、人間と一緒みたいな扱いをしていると思うんですが、ペットにもですね、いい気を流してくれるペットで、いい気を流れるようにする飼い方っていうのがやはり存在するみたいなので、今日はこの話をしていきたいなと思っております。はい。で、今回です、ちょっとすみません、珍しく目次なんですけども、この1から7、この順に、沿ってですね、お話をしていきたいなと思っております。はい。では、まず、大まかな話を先にしておくとなんですが、風水と聞くと、結構気にしている方多いと思うんですけど、例えば家具の位置とかね、家の間取りとか、あとね、まあ、僕もそうなんですけど、身につけているものの色ですね、特に色、なんかを結構気にする方多いと思うんですが、ペットとじゃあ風水関係あんのかと、まあ、もともとこの質問が一番いただいているものだったんですけども、疑問に思っている方も中にはいらっしゃると思うんですが、僕が調べたところですよ、あくまでも私調べということで、そこはよろしくお願いします。そう、実はですね、ペットは風水と大きくですね関係しております。そうなんですよ、これ意外だったなと僕も思いました。調べないと分かんないことたくさんあるんだと、もう未だにの日々勉強ですよ。はい。で、じゃあ例えばなんですけど、ペットと風水って言い方をするとなんですが、例えばじゃあどんなペットがいいのかとか、じゃあ、どういうペットの、飼い方をした方がいいのかとか、でじゃあどういう効果があるのかっていうのを今回深掘りで調べておりますので、今からですね、お話をしていきたいと思います。はい。じゃあまず目次通りですね、いきましょう。まず、じゃあ2番ですね、こちら、金魚の風水の効果ということで、見ているだけで癒しとされている可愛らしいペットの一種の金魚ですね。で、金魚に関しては、特に気をつけた方がいいよというのは、水槽を置く位置、これで風水上ですね、かなり効果が変わってくると言われております。はい。では、風水では金魚の水槽を置く位置は、金運とですね、健康運に大きく左右されているということなんですよね。だから、置き位置としましては、水の木と相性がいいと言われている東もしくは南東が最適ということですよね。そう、だから家の水槽はどこの位置にあるかっていうのをね、あえて今回ね、このタイミングでこれ聞いた方いらっしゃるんだったら、もう調べた方がいい。もしかしたら悪い場所があるかもしれないし、この場所にしたらもしかしたら良くなるかもしれない。そう、だからそれが僕たちがやらないといけない、宝くじを当てるための、あ、そう、僕基本的には宝くじのチャンネルですからね。そう、これまあちょっと言ったら、運の要素強めようっていう動画ですから、そこはご理解くださいね。そう、だからもしかしたらいい運気がバッと来るかもしれない、そういう考え方で、ちょっと行動してみて、ちょっとね、家の模様替えにもなるし、それって結構いいことだと思う。気分転換みたいな感覚で考えてくれると多分ちょうどいいと思います。あんまりね、深く考えたらしんどくなる。はい。ちょうどいいぐらいが一番いいですよ。このタイミングですね、水槽の位置を確認してみるのもいいんじゃないかなと僕は思います。はい。で、さらにですね、やはり、水回り関連は、常に清潔にすることで、かなり、運気が上がるということなので、水槽をきれいに保つと、で例えば、観葉植物をそばに置いてみるとか、そういうことをするとですね、家全体がですね、やはり運が良くなったりすると。で、水槽に限らずやはり水回りはきれいにしようよということで、僕もね、やっぱりきれいに心がけようと思っているのはやはり、まあ、トイレと洗面台と、ここの2つはね、気がつけばやるようにしてます。はい。これだけで多分変わるかなと思うんですね。
で、ちょっとね、珍しいゴールデンウィーク中の最終日に僕が会社で、鍵番というね、いわゆる残業とか一番遅くまでいないとダメだったんで、トイレ汚ねえだと。もうまあ、5日ぐらい誰も来てないな。ちょっと久しぶり、初めてですよ。会社のトイレもちょっときれいしちゃうよという感じでね、簡単に掃除してみたんですけど、案外こういうことも、地味にいいと思います。地味にね、誰もやらないことやるのっていいじゃないですか。そういうことも大事だと思うんですよ。はい。じゃあ次、前の2番ですね。犬の風水効果ということで、ワンちゃんですね、いわゆる犬、ワンちゃんは、人から災いを取り除き、幸せと癒しをですね、呼び寄せる動物と言われているんですよね。これ案外知らないですね、誰も。犬が好きっつって、ただそれだけみたいな感じのこと多いと思うんですけど、実は風水的にはいいんですよ。すごく災いと癒しをね、ごめんなさい、幸せと癒しをね、呼んでくれるということなんですけど、はい。ただもちろんですね、犬を大切にしない方はもうもちろん全部悪い方が進んじゃうということも あるので、そこは気をつけてくださいね、ぜひ。で、またワンちゃんはですね、風水学的に言うと火の気を持っている動物の一種なので、風水では火の気に関しましては地位や名誉運の象徴となっております。だから単なる番犬じゃないよと、人の地位や名誉のためにですね、お守りとしての意味もあると言われている動物なんですよね。そう、だからこの辺を甘んじちゃうと多分なんですけど、会社出たら出世しないし、なんかこうね、地位、有名になりたいところでも多分有名にならないし、こういうのは多分ね、あると思うんですよね。でもなんかワンちゃん飼う人って結構僕の中ではそこそこ出世する人多いなっていう印象はありますけどね。絶対じゃないですけど、なんかそんなイメージはありますよね。はい。家の中で犬の鳴き声が聞こえるということはですね、家庭の気の流れをですね、循環させて活性化させることになりまして、効果があると言われてるんですよね。そう、ただ、うるさすぎると近所迷惑になるから、それはやめましょうということなんですけど、まあ結構僕もね、今動物飼ってないんですけど、ジョージの犬を預かったことがあって、で、結構じゃれていると、まあ僕たち寝るじゃないですか、人間は寝るじゃないですか、寝る時に結構ワン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 って言って、なんかまあ今までずっとシーンとしてた中でワン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 って言われてちょっとうるさいなって思ってたんですけど、でもまあまあそんな僕気にならないからあれなんですけど、単純にじゃあそれはね、結果論で言うと、すごく活性化してくれてたから逆に吠えてほしかったなと思うところもありますね。もうその犬はね、めちゃくちゃ可愛い犬だったんで、まあ今年も預かりたいなと僕は思ってるんですが、ちょっとね、なかなかちょっと僕の家庭の事情もあるので、ちょっと預かれないかもしれないですね。でもまた預かりたいですね。犬ってやっぱ可愛いなっていう、このなんか懐いてくる、こう家帰ったら玄関来るんですよね。可愛いさね、なかなかね、人間でそれできる人もね、いたいなかったりするんで、だからそれってなんか愛されてるなと思うじゃないですか。そういうのも多分ね、大事だと思うんですよ。はい。すいません、ちょっと話が長いですね。じゃあ、行きましょう。3番目ですね。猫の風水効果。ということで、先ほどの犬と、ちょっと対極の動物っていうイメージはある猫ですね。そう、猫って言うんですけど、僕なんか昔から癖で猫って言っちゃうんですよね。はい。どうでもいいですね。ごめんなさい。で、風水学的にはですね、猫は、猫好きの方には本当申し訳ないです。今日なんですよ。今日。そう、これはね、僕調べないと知らなかったんでびっくりしました。マジでびっくりした。ただ、これが本当に正しいかどうかはまた別ですよ。これは別です。で、例えば、分かりやすく説明しちゃうとなんですけど、外を出歩いていた猫が家に入ってくること自体が良くない木を家に持ち込むものと考えられていますということなんで、この論法で言うと、野良猫が良くないっていうことですね。いわゆる、まあ、僕はまあそこで買うのでどうなのかなと思う、いわゆるペットショップで買うものは別に問題ないと思われます。はい。この感じちょっとすみません、深掘りしたんですけど、なんでダメなのっていうのがいまいちわからなかったんで、これはちょっとすみません。で、猫とですね、一緒に生活するならば、完全に自宅で飼うことが良いとされています。要は外の木をね、プシュッて出ていってふさっと、まあ一番だからダメなのはドラえもんとかサザエさんのダマとか、このタイプダメっすね。あの辺悪い木持って帰ってくるみたいな、そういうノリですよ。そういうノリです。はい。で、完全に自宅で飼うことが良いとされています。で、室内でストレスが溜まっていそうな時は、お家のベランダでリフレッシュさせてあげる程度にしましょうと。
で、病気をもらってくる心配もないっていうですね、メリットもあるよということですね。猫は風水であまり良くないとされているんですが、大切な家族の一員であることには変わりないのでですね、天寿を全うできるように温かく見守ってあげましょう。気持ちのバランスが大切よということなんですよね。はい、まあ、ここまでが一応大まかなねペット関連の話です。で、こっからですねペットのいわゆる飼い方にフォーカスされてたものになりますので、4番目ですね、ペットのトイレですね、ペットのトイレは位置も大切です。ペットのトイレは東南もしくは東の位置に置くことが良いとされております。で、また、水槽と一緒ですね、観葉植物をそばに置くとすごくこう風水的には効果的だと言われているんですよね。で、ペットの、家いわゆる犬小屋なんかは東の位置がすごく最適と言われていまして、金魚の水槽は、東もしくは南東の位置がいいと言われているというお話もねしたと思うんですが、基本的には風水的にですねやはり何度も言いますが NG なことは汚れを放置すること、これをすると気の流れが停滞してしまうということがね起きてしまうので、やっぱり、僕みたいな宝くじを高額当選当てたいなと思っている人なんかだったら常に清潔でね、ペット形もきれいにしてあげようと、もういい場所に置こうというねちょっとした努力をすることでいい気が入ってくるというようなねことで言われてるんですね。で、まあ先ほどの話で言うとなんですけど、やはりですね家に関しては物が溢れていて片付けられないとか、ドアが閉まっていて空気がいつも汚れているとかね、こういうのある人はもうぜひですね、ちょっとしたことでもしかしたら運が上がって宝くじが当たるようなこともあるし、別に宝くじだけじゃないですよね、出世運とか仕事運とか良くなることもあるので、ちょっとちっちゃいことからねやっていくのは多分大事だと思うんですよね。で、片付けや汚れの、掃除はこまめに行うことで、改善されます。で、少しでも気がつけばですよ、気がつけばすぐに掃除をしてしまうことで、自分と家の空気の流れがスムーズになるということなんですね。で、やはり動物もやっぱり綺麗な方が多分ねいいと思うので、そういったところの動物の心もちょっと察してあげるみたいな、まあ汚い方がいいっていうね動物もいるかもしれませんが、やっぱり綺麗な方がね人に飼われるっていうか、動物ももちろんね、ずっとその野生のわけじゃないですから、まあ、人に飼われる動物も人の生活に慣れないとダメだよっていうので、逆に慣らしてあげる、綺麗にしようよというね、心意気も一つあっていいんかなと思います。はい。で、やはりですね、もう基本的には先ほども言いましたが、家の要は空気をね綺麗に流すために清潔で保とうと、で、常に保つことができればですね風水的にはもう最高だよというふうにですね、基本的な考え方があるんですよね。はい、今回ですね、こういった、幸運の方によったですね、動画の方を配信させていただいてるんですが、普段ですね宝くじを、高額当選させるための考え方の、予想&解説、そして、私は自ら自分の予想、解説を、実践するための実践講義ですね、こちらをメインにしているチャンネルでございます。はい、まあ幸運になる定義っていうのは、正直まだわからないです。僕自体もわからないですし、いろいろね、試行錯誤でやらせていただいてはいるんですが、何よりもですね、幸運を掴むために、幸運の、になろうとする行動っていうのはね一つ大事なことだと思います。もう普段のね、もう普段のですねちょっとした行動で、いろんなことが変わっていくものが、人の運命なのかもしれませんね。はい、ということでですね、もし、私のチャンネルいいなと思いましたらぜひグッドボタンお願いいたします。そして、君のチャンネル面白いことを言っていると、そして宝くじの実践も見てあげると、幸運をですねつかめるのかというふうに確認取りたい方いらっしゃいますら、ぜひですねチャンネル登録しておいてください。はい、別にただでできるんで、はい、そこを YouTube に聞いてください。はい、ということでですね、今回は、宝くじ偉人伝ですね、ペットと風水の関係性のお話させていただきました。ではまた皆様、見ていただけたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。